ジェリー・オースティン・アローンは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州ウェイン軍、ゴールズボロ出身の元プロ野球選手、プロ野球監督、右ト左ヒだ。現在は、MLB のシカゴ・ホワイトソックスの、巡回インストラクターを務める。1974年の MLB ドラフト6巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。現役時代は、保守として、メジャー3球団で、 実動8年間プレーし、1987年に引退した。引退後は1989年から1992年まで、ボルチモアオリオールズ参加で監督を歴任した。1993年からはオリオールズでコーチとなった。1995年からは、オリオールズ時代の上司だったジョニー・オーツが、テキサス・レンジャーズの監督に就任したのに伴い、 ナロンも移籍して三塁コーチを務めた。2001年5月4日にオーツが辞任すると公認となり、翌2002年まで務めた。その後、2003年にはボストンレッドソックスのベンチコーチ、2004年からはシンシナティレッツのベンチコーチとなった。2005年6月20日に監督のデーブ・マイリーが解任されたのを受け、レッツの監督に就任した。 2006年は前半戦の6月に貯金を12まで伸ばす快進撃を演じたが最終的に80勝82敗の3位で終わった。なお、140種類のオーダーはこの年のナショナルリーグ最多だった。2007年7月1日に解任された。レッツ監督解任後はレンジャーズのスカウト、ミルウォーキーブルワーズのベンチコーチを務めた。 2016年12月30日に2017年シーズンよりアリゾナダイヤモンドバックス参加のトリプル a キ a 級リーのエーシズの監督への就任が発表された。2017年開幕前の WBC 第4回大会ではイスラエル代表の三塁ベースコーチを務めた。2018年シーズンからはダイヤモンドバックスのベンチコーチに就任し、2019年まで務めた。 2020年は再びレッドソックスでベンチコーチを務めたが、1年で退任した。2021年2月、シカゴ・ホワイトソックスの巡回インストラクターに就任することが発表された。兄のジョニー・ナロンも元プロ野球選手で、引退後はレンジャーズで、ジョシュ・ハミルトンのお目付役、ブルワーズの打撃コーチなどを務めた。さらにおじにセントルイス・カージナルスで保守としてプレーした、サム・ウッディ・ナロン。 親戚に、レンジャーズで投手としてプレーしたサム・フランクリン・ナロンが、いる。ありがとうございます。